占い師のゆりかです。今日は四柱推命で運気を見ていこうという動画になります。で、四柱推命とはですね、命術にあたりまして、生まれた年月日時間の4つの柱、これを使ってですね、推し量っていく命、宿命ですね、宿った命を見ていくという占いになります。で、宿って、おぎゃーと生まれた瞬間に宿っています。まあ、こういうふうに考えてしまう。というような気分、気質、まあ、趣向、これが好き、これが嫌い、で、この人とは合うとか合わないとか、そういう自分自身の持つ気ですね、そういうもの宿った、まあ、宿命ですね、宿った命、宿った、まあ、そういう趣向とか性格、気質なんかを見ていくのにとっても便利な占いになっています。で、運気もですね、生まれてから死ぬまで一生分見れるんですけれども、まあ、そういう上がったり下がったりのバイオリズムですね、カレンダーのようなものがありまして、まあ、ここでモテるよとか、ここで大殺界だよっていうようなバイオリズムを今日は見ていこうと思います。で、四柱推命、いろんな運気の見方あるんですけれども、今日は空房占いというものを切り取ってですね、見ていこうという動画になります。で、空房というのがタイプ別にですね、6種類のグループに分かれますね。牛空房、トラウ空房、辰巳空房、羊空房、乾空房ですね。それぞれのグループごとに周期が異なりますので、まあ、ご自身のグループ生年月日からですね、どれが自分の、まあ、空母グループなんだろうっていうことをですね、まあ、ちょっとお調べいただいて、運気、運周期をですね、ちょっと見ていくという動画になりますが、ちょっと分かんない方はですね、こちらの LINE 公式にですね、生年月日いただければ、あなたは何々空母タイプですよということでお知らせすることができます。はい、で、今回の動画はですね、乾空母さん用の運周期の、運気を占う動画になっております。で、西暦、お生まれの西暦がですね、1990年とか偶数年生まれの方用の動画になります。奇数年の方はまた別の動画になりますので、まあ、西暦でお生まれが偶数年生まれの乾空房さんグループの運周期を今回は見ていきたいと思います。で、乾空房さんのグループのまず性格気質、ちょっと簡単に見ていきますと、まあ、ちょっと冷静クールな天才肌ということですね、結構完璧主義でですね、ちょっとまあクールな、イメージ、まあ、あんまりいっぱいね、ベラベラ喋って、たりこういろんなことでとっ散らかったりするっていうよりは、まあ、ちょっと上品な雰囲気漂うという感じで、結構一人でもですね大丈夫って孤高な雰囲気も持ってます。で、プライドが高くてですね、完璧主義で潔癖だったりネガティブだったり、まあ、そのネガティブっていうのはですね、こうなったらどうしよう、あなたらどうしよう、こういう可能性もあるなというふうにいろいろ考えますので、ある意味完璧主義の裏返しがまあネガティブでも、いろんなリスクを、まあ、こうなるかもしれない、こう失敗したらかっこ悪いっていう感じですね、考えられる能力でもありますね。完璧主義の力は、まあ、ネガティブの力っていう感じで、で、そういう人なので、プロフェッショナル、何か物事専門的な分野のですねエリートになる可能性が高い方で、オタクっぽい世界観を持ってて、本物志向ですね、プロの技とか、プロの何ですかね、スポーツ選手のとか、プロのアロマの、まあ、一流のとかっていうのがすごく、なんていうんですかね、心を癒してくれるようなものになると思います。そういう趣向を持ってるって感じですね。で、人付き合いが実は苦手ということで、何話したらいいか分かんないっていう感じで、まあ、趣味の話とかだったらいいんですけどね、物を介在した人間関係っていう感じで、実はですね、こう、何喋ろうみたいな感じで、人見知りだったりもします。でもですね、好き好きとか言われると、押されるとですね、結構弱いっていう、同情とか情に弱い感じがあります。家族はすごい大事にすると思います。ただ人間関係は基本的には受け身、告白待ち、繊細という感じで、で、音楽とかですね、まあ、ライブに行ったりして、こう気分転換発散したりして、ネガティブをですね、バッとまあいっかっていう感じに、完璧主義もいいんですけど、まあいっかっていうふうにですね、まあ、音楽ライブなんかでですね、こうさっぱりできるといい方々なのかなっていう感じの乾空房さんですね。で、運気見ていきたいと思います。はい。で、乾空母さんのですね、今回、偶数年の生まれの方なので、乾、ね、牛ということで、2021年はですね、まあ、良かった運気なのかなと思います。こちら、水やりのマスで、2022年がここ、間引きの運気になります。っていうのは、まあ、ちょっと大殺界とか、天中殺、空母、裏運気、まあ、ゼロ地点みたいな部分がですね、こちら、2021年がこうだから、2020、2019、2018年頃ですかね、2018、2019年頃、まあ、2、3年前はちょっとちょうどそういう冬の運気になっておりましたので、まあ、ちょっと寂しくなっちゃったりとか、まあ、ちょっと誰かいないかなとか、まあ、ちょっと人恋しくなるような運気ですね。あとは、まあ、ちょっとネガティブな心とかもですね、ちょっと感傷的にやったりとか、まあ、ちょっとうまくいかないなとか、人間関係とかで、ちょっと、そうですね、まあ、情が深いですので、まあ、そういうもので、
ごちゃごちゃあったかなっていう感じもしますけれども、まあ、そこからですね、だん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 上り調子で春の運気っていうのをスタートさせまして、そうですね、2019年、2020年、2021年と、まあ、どん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 こう上り調子、2022年も上り調子ですね。ちょうどですね、いろいろちょっと、まあ、トライしたりですね、まあ、慎重派だと思うんですけども、種まきして、まあ、水やってこれでやりたいなって思う物事、これでちょっと頑張っていきたいなっていうことを、まあ、今年2021年はですね、決めるという年になりました。で、一生の運命を左右するのは決定事項がある年ということですね。悩み迷いに決着をつけましょうというような2021年があって、まあ、これで一花咲かせるぞとかって感じですね。まあ、これを、ごめんなさい、牛だから2021年が水やりだったんです、すいません。なので2022年です。2022年は何かこう決め事のある年ですね。まあ、この方向性でいこうとか、これでまあ一花咲かせて、仕事にする、一生の仕事にするぞとかですね、まあ、そういうものを決めるということが起こるんじゃないかなというふうに予想しますね。2022年です、ここが。すいません。で、2023年はですね、ちょっと小休止という感じで、まあ、梅雨の運気ですので、2023年はちょっとストップ、まあ、メンタル、心身ともにですね、縫い空房さんとか、まあ、肩とか腰とか目とか、ね、結構考えすぎちゃうので、疲れちゃう、頭痛とかですね、まあ、そういうものには気をつけていただいて、まあ、ぎっくり腰とかもね、頑張りすぎちゃうので、こういう時はちょっと気持ち多めに意識的に休むようにした方がいいですね。まあ、ちょっと気分転換なんかも入れながら、ちょっとつぼみを守るという感じで、休み休み行くとおすすめです。はい。で、2023年で2024年ですね。2024年に12年の一年のモテ期ということでおめでとうございますって感じで、2024年はですね、これ別に、まあ、恋愛だけにとどまらずですね、お仕事でも引っ張りだこになり、集中できるとか輝きを増すお花が咲いてるのでですね、まあ、みんなからの注目が集まるような、取引も増えるような運気になっております。花が咲いている状態。で、それをですね、生かさずにですね、まあ、引きこもってたりすると、まあ、誰にも見せずにですね、終わっていくのでですね、どん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 積極的に人と関わるように、積極的に、声をかけたりとか、イベントに出かけたりとか、人と、まあ、縁ですね、人の縁が、まあ、こう開運をですね、持ってきてくれますので、どん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 外に出た方がおすすめですね。で、運の周期っていうのはあるんですけど、運っていうのはたまたま偶然の巡り合わせですね、いいものと出会いやすいですよっていう運気の時っていうのはですね、やっぱり自分の行動と努力でそれを取りに行くということで、当てに行くっていうことをぜひぜひですね、していただきたいなと思います。それが開運ですね。で、2024年にはモテ期が来ますということで、2020、次5年はですね、こちら乱気とか中殺界とか熱中症みたいな感じでですね、まあ、ここすごく注意です。2025年に決める物事はなかなか続かないんですね。ふわふわとわついて判断ミスをしてしまうとか、まあ、珍しいですね。乾空母さん、上司受けいいんですけど、怒られるようなちょっとトラブルとか、自分のメンタルもズーンというふうになりやすいのですね。まあ、でも注意をすればですね、知ってて落ちるのと知らないで落ちるのでダメージが違いますので、かなり注意をしておけば大丈夫です。で、恋愛とかもですね、悪い、まあ、異性にですね、こう騙されやすいとか、ここでの縁っていうのはあんまり良くないですので、まあ、ちょっと注意を、よくよく注意をしてください。100%ではないんですけれども、かなりの確率でですね、あまりいいご縁ではないかなというような感じです。怪我とか事故とかですね、まあ、そういう不注意ごと、まあ、スポーツなんかをやってて、ちょっとゴキッといってしまったとか、そういうのにもかなり注意した方がいいと思います。はい。ここでの結婚というのはおすすめしません。はい。で、2021、2、3、4、これ4年ですね。2024年、ごめんなさい。で、2025年にはですね、もうボーナスタイムということで、まあ、再トライ、新しいことよりも今までやりたかったことで、再出発、去年の分の取り戻しということで、まあ、必ずですね、ここの3年間には必ずいいこと起こりやすいです。本当に努力してきた分のですね、結果っていうのが出やすい運気になっておりますので、まあ、大きい買い物、車とかですね、まあ、不動産とか、
買うんだったらこの収穫の運気の時、2020、そうですね、1,2,3,4,5,6,2026 年がおすすめですよということになります。2027年に晩餐ということで、もうちょっと冬支度、大作家入りするですね、冬支度をしなきゃならないということ、まあ、結構基本的に守り強い方なので、いろんなことをよくよく考えてますので、まあ、こういう冬支度っていうのはしっかりして入っていけるんじゃないかなと思います。はい、ただですね、こういうちょっと収穫の時とかも本当に積極的に、いつもより積極的に自分のやりたかったことを思い切ってこうトライしていくっていうところ、どん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 頑張っていただけたら、かなり開運していくんじゃないかなと思います。こういう周期になっています。で、これ1年ごととか1ヶ月ごととか1日ごとにこう移り変わっていく、カレンダーのような春夏秋冬のような運気周期ですね。時間ごとだと2時間ごとで24時間12マスのマスで、ずっとぐるぐる一生死ぬまで巡っているという空母占いになりました。はい、もっと詳しくはですね、ぜひご連絡いただけ、見させていただけたらと思います。こんな感じですね。はい、ぜひぜひ活かして開運して、まあ、夢とかやりたいことっていうのをですね、実現していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。